待たせしました。じゃん。じゃん、お待たせ。こんばんは。こんばんは。よいしょ。わあ、風船ありがとう。かわいい、ありがとう。お待たせしました。こんばんは。いや、これで帰ってきたわけじゃないよ。ねえ、これで帰ってくるわけないじゃないですか。こんばんは。よいしょ。これで、あ、すごい。え、めっちゃ可愛いって、ありがとう。おしゃべり会ありがとうございました。ほぼ初回じゃ、ありがとう。なんかね、ちょっとコーナーでね、あんまりかっこよくしゃべれなくて申し訳ないんですけれど。ありがとうございました。ありがとうね。ちょっと待ってね。これ。そう、コーナー円がね、ちょうどできちゃって。あの、下の、あ、先っぽ？先っぽなので、痛いんですよ。ありがとう。そう、口内炎が。大丈夫かな、大丈夫なはず。うん。うん。ギフトありがとうございます。ありがとう、いっぱいみんな。何これ、のこの姿に喜んでくれてるのかな。イエーイ、逮捕。でもコンタクト取りたい。ちょっとコンタクト取っていいですか。取るよ。取れた。綺麗。そう、ちょっとね、早めに取れるようになりました。間違ってか、眼球なんか取りません。バラありがとう、帽子ありがとう、ハートもありがとうございます。おしゃべり会とっても楽しかった、ありがとう。かえりちゃんに捕まりたかった。え、虫眼鏡ありがとう、ハートありがとう、千万人ありがとうございます。
くれた。愛してます。ありがとうございます。ん、あれれれ、おまけありがとうございます。あ、そうなの、6部まで。なんかご飯食べてて着替える時間なくて、まあいっかと思ってそのまま出てきちゃいました。よいしょ。充電できた。なるほど。おしゃべり会そのままか、そのままじゃないよ。おしゃべり会ありがとうございます。そうなんです、明日は米100票フェスです。イエイ。そう、マリナさんと遭遇したんですよ昨日。私も現地調達してて、このコスプレを。なるほど、ありがとう。それをね、目撃されちゃいました。明日もその格好で。私だけ。ありがとう。2部行きました、ありがとう。11月自主しに行く、ありがとう。なるほど、ありがとうございます。姉さんはなんかネイルコーナーにいらっしゃいました。フェスの配信、あ、どうなんだろう、あるのかな。スプレの衣装のまま帰ってくれませんよ。すごい大好評みたいで嬉しいんだけどね。え、そう、途中ね、当日券が、本当にそれが悔しいところです。大好きですよ、ありがとう。虫眼鏡ありがとうございます。会いに来て、サイリウムありがとう、嬉しい。ね、まさかすぎる。微笑ましく見てました。ありがとう。うん、かわいい、ありがとう、ハートありがとう、バラありがとう、かお疲れ。最近釣られ始めてます。よいしょー。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです。嬉しい、バラありがとうございます。イエーイ。かいりちゃん、お披露目からのファンありがとうございます。お待ちしてます。心より、心よりお待ちしております。綺麗。劇場14日待ってます。毎回楽しませてもらって、たの楽しいです。もっとたくさん会いたい、会いたい。お疲れ、ありがとうございます。コーニャー縁がねなかったらね、私もっとね、もっと逮捕してた。ふふん、コーニャー縁が似合う、けれー。行きたかった、ね、今度来て。これさ、もう自腹で買ったんです、自分で。
だからちょっと今日限りはもったいないし、配信でもと思ってさっき着替え直しました。埼玉のフェス待ってる赤今日お仕事お疲れ様。越後線乗った、乗りますよ全然。在来線もね全部乗ったことありますよ。疑われたけど捕まりませんありがとうね。使い回しする、使い回ししますこれ、はい、笑顔のパフォーマンス大好きです。ありがとう。太陽先生お手紙ありがとう、嬉しい。はい、じゃあちょっと使い回させていただいていいですか。なんかこれね、なんかどこにつけていいか分かんなくて適当にここにつけちゃった本来はねこれ何するやつなんでしょうか。この縄は一体全体分かりません。ちょっとほどけちゃった。戻った。恋の女は分かっちゃおないしや。なんだこれ、なんだろうね、なんかこうぐるぐるぐるってやっちゃうのかな、わかんない。本当ありがとう。こんばんは。次は来月のおしゃべり会ですかねじゃあちょっと今日来れなかったピエンってなっているそこのあなた、ぜひ来月来てください。そこのあなた、なんか実は今日の最後、あの私2部から6部参加させていただいていたんですけど、5部は実は完売をね、ファンの皆さんと一緒にメールとかチャットで言っていて目指していたんですけど達成できなくって、でまあなんでかなって考えたら、なんか普通完売を目指す部は一番最後の部らしいんですよ。なんだけど私5部に設定してしまって、あの5部よりも6部の方がたくさん来てくださって、あもうあと1歩2歩ぐらいだったなって、すごいねそれがあれでした、失敗でした私は、うん、最後見送りもあるからね。なのでそう、最後の部は本当にたくさんの方が来てくださって、次の11月は最後の部にぜひいっぱい来てください。お化けありがとうございます。うん、11月の最後の部は完売目指そう、ありがとう、目指そう。来月必ず行きます、ありがとうございます。どうだろうな来月な、どんまいかえりちゃん、はい、どんまい、どんまいりちゃん、手袋、手錠、手錠ねないんだよね。前持ってたあの警官コスプレは手錠付きだったんですけど、これ手錠なくて、うん、来月は行きます、ありがとう。ポラス、明日本当にすごい早起きなので、今日はせっかくのコスプレなんですけどちょっとでおいたまさせていただきます。打たれたいです、バーン手錠、
ね、手錠欲しかったかな。こんばんは。あ、そう、ツインテールしてました。撮りました。いや、なんかツインテールで帰ってくるの恥ずかしい。うん、ねえ、よし、早い、私より早い。なんかその明日の中小コメフェスが本当に有名なアーティストさんもいっぱい来てくださって、3日間あるんですけど、倖田來未さんとか、あとスキマスイッチさんとか、キャリーパミパミさんとか、本当になんかもう名だたる方が来てくださる。その中に NGT がね、呼んでいただいたので、張り切って頑張りたいと思います。うん、こんばんは。有名どころに、そうなんですよ、並ばせていただきます。やった。そう、名だたるつらつら。自信持って頑張るぞー。最後の花火の時、でもなんかさ、どうなんですか。どうでしょうか。いないかもしれないよ。な、たぶんなんて読むの、あれ、めんめんじゃないの、つらつら。ありがとう。首がすごい良くなってきたので、あー、明日は、そう、止めずに、似合う、ありがとう、頑張りたいと思います。まつげがすごいんですよ、ほら、まつげが、ほらほら、めんめんでいいんですか。今日も素敵。またありがとう。漏れてる、本当に。かわいい、ありがとう。ポリスの写真いっぱい載せるよ。まだ載せてないやつある。そう、コーナーが、はあ、はあ、はあ、コスプレで今日はね、あの、女子力爆上げ。うすけすけの女性に元気で可愛いですって、それファンの方が言われたんじゃない。綺麗、ありがとう、すごい今日いっぱい褒めてもらえて嬉しい。もう口内炎がね、治れば完璧なんですけどね。お疲れ様、ありがとう、皆さんお疲れ様、お疲れ様。ビタミンとって分かりました。久々に会いたくなってきた、ありがとう。そう、当日券ね、あれなんかアクシデントなのかな、分かんないけど、そうなんです。うん、今日も可愛かった。皆さん、帰り道の方気をつけて帰ってください。あ、そうなんだ、 CD なくな、ええー、
そんなことあります？ CD なくなっちゃったんだ。やっぱり CD ないと発売できないんですよね。ビッグラブ。本当に当日券のみみたいになっちゃう。やっぱりそれじゃダメなんですね。え、後日 CD 郵送とかはダメなんですかね。ダメですかね。今日私の中ですごいポリスにかけてきたから、ちょっと当日券が途中でなくなったのは悲しい、ちょっと運悪い私。なんか法律に反しちゃうんだ。捕まっちゃう。フローラが捕まりたくはないね。11月も耐える。え、そんなに、なんだっけ、11月何やる予定だったっけ。忘れちゃった。景品法、本当は完売手前。本当ですか？本当かしら。あ、キョンシーね、待って、今キョンシーのコスプレさ、どっかでやっちゃったかも。どこやったっけあれ、探す。そろそろキョンシーの季節だ。え、どこやっちゃったっけ。待って、また買わなきゃかも。誰かしたっけ。なんかでも今日サーヤが着てたコスプレは、あの去年私が貸したやつ。あれどこやったっけあれ。どっか、いや私がなくした、絶対私がどこかにした。コウモリのやつ、あれコウモリやっけ、わかんない、何かなくした。コスプレってさ、あの1年にさ、ほんと1回着るか着ないかじゃないですか、その種類の。だからね、なんかどっか行っちゃうんだよね。そうです。待ってるよん。ブースティ、あ、皆さんの中ではチャットか、チャットとかメールでもポリス送るので、チャットってお試しないんですかね。お試ししてね。チャットはね、結構メンバーとの写真を多めに載せているので、他推しの方、他のメンバー推しの方でも大歓迎でございます。メンバーたまにブースティーって呼ぶ、あ、そう、ブースティーって呼んじゃう。わ、コーナー縁が。ブースティー、え、やばい、社名。なんか違う、フローラがブースティーって呼んでるから。あ、そうなの、やばいやばいやばい。昨日からちょっと、ありがとう、嬉しい。ぜひ帰りチャットラーになってください。え、なんだっけ、11月私何着るんですかね。何にも言ってないんですかね。何でしたっけね、何着るんだろう。お疲れ様です。分かんない、何だろう。ブースティーやんなきゃ、ブースティーするみたいな。チャットの写真は一応、チャットも一応というか、メールよりも有料なので、写真の天才は
あのなんか特別な私の許可とかなんか運営さんの許可がない限りはダメなんですよ。初見ありがとうございます。ハートありがとうございます。なのでとっておきの写真を載せたいと思いますでもうん、結構気軽に更新しているので、はいうまいこと使い分けてる。本当ですか、うん、そうだよ。そう、帰りチャットは返信はツイッターでハッシュタグかいりちゃんへでお待ちしております。でなんかね、ゆっくり喋ると困難遠的に助かるでも話しづらい。X って呼び慣れていなくて、Twitter と言ってしまう。チャット撮ろうかな。ぜひ撮ってくださいきょうのお昼はカレーこしょうスモークポラスはポリスのことで、明日の早起きは任せなさい誰？なんかこう舌を跳ね上げるあの言葉が口内炎痛い。そう、チャットに返信をしてくださっても私は見ることができないので、ツイッターでハッシュタグハッシュタグかいりちゃんへでお願いします。明日の公演一人だけワンテンポ遅れちゃう。オールすべてひらがなです。はい。最近少なめで寂しいのでいっぱい送ってください。このスピードなら口内炎に影響ありませんありません。帽子ありがとうございます。つけません。痩せて綺麗になったマリナに綺麗なメンバー誰って聞いた。うーんありがとう。なんか
スピードを速くすると多分舌をペーンってこう蹴り上げるので歯に口内が当たって痛くなっちゃうので、この丁寧に話すことが痛みを軽減することにつながります。綺麗なお姉さんに、そう、ラ行とタ行がダメ、声が遅延、これで口内炎対策バッチリ。あ、渡辺陽一さんのモノマネをしているわけでは、はい、ございません。イェイ！これで、明日も頑張ります。こんばんは頑張る。けど今日のおしゃべり会であんまり口内炎を主張してしまうとファンの方が気を使ってくれちゃいますので、張り紙とかはやめました。3、燕三条の会場は多分初めてかな（笑）はい、こんな感じで。でも全然無理していたわけじゃない、全然大丈夫。お疲れ、ありがとう。全然お疲れ全然お疲れ、全然普通にも話せるので我慢んだ、大丈夫だよ我慢してない、ありがとう、全然大丈夫なので。これからもおしゃべり会と、おしゃべり会佐藤帰りポリスお願いします。よし、ではこんな感じで今日は終えようかな。こんばんは。まだ私の配信をフォローされてない方はこちらをタップしてください。ぜひフォローお願いします。あとこのショールームの他にもインスタグラム、ツイッター、モバイルメール、チャット、チャットなど SNS がたくさんあるので、皆さんちょっとでも気になってくださったら、追ってください追ってくださいではランキングを、あ、この格好では帰ってないランキング見ます。あ、 TikTok もさせていただいてます。ピカン、こんばんは、しゅうけん、ありがとうございます。ランキング見ますね。ヒーロー
ーナーさんありがとうございます。サンドベージュさんありがとうございます。ロヒーさんありがとうございます。マルちゃんさんありがとうございます。アッキーさんありがとうございます。ニシタムさんありがとうございます。マサさんありがとうございます。コンちゃんさんありがとうございます。セッテンガーさんありがとうございます。すぐさんあゆっくり読んでたらありがとうございます。あれ、こんちゃんさんありがとうございます。生涯帰り推しのしんいちさんありがとうございます。文星さんありがとうございます。たかしさんありがとうございます。はやこはんありがとうございます。ありがとう、みなさん。本当ありがとう。なんか、そう、すごいレアな。